市民ある桃山城です。ピース。伏見城ですね。京都の伏見城。営業、まあ、こんな感じになってます。はい。はい。伏見桃山城ですね。入ります。はい。JR の桃山駅から、今僕の足でやって10分ぐらいですね。まあ、僕ちょっと早いんで、皆さんなら多分15分、20分ぐらいかかると思います。ね。まあ、全然歩いて来れる距離です。いいっす。伏見城到着しました。ね。こんな感じです。まあ、すごい立派ですね。商業写真の許可が必要だってダメですね。中撮れません。わ、商業写真はダメって書いてあったね。じゃあダメか、ね、ここから今日入れないんですね。伏見城です、ね、はい、そうですね。すごいですね。入れないですね。今修理中です、ね、で簡単に桃山城、伏見桃山城の歴史は1600年9月15日に関ヶ原の戦いがあったんですけど、それでやっぱり関ヶ原の戦い、東軍は徳川家康、西軍は石田三成で、こっちは東軍の城ですね、鳥居元忠、約1800人でここを籠城しますね。で攻める側は西軍、主力がですね、大谷義次、小西行長、あとは、浮田秀栄ですね。あとは小早川秀明とかで4万の大軍でこの城を囲みますね、うん、まあ実際合戦が起きたのは関ヶ原9月15日の約3ヶ月ぐらい前に合戦が起きますね。それで最後はここ落城しちゃいますね、うん、なんとかね、1800でも4万の軍隊から時間稼ぎというかね、結構持ちこたえたわけなんですね、ここもね、うん、こういう風景、こういう感じですね。いや、伏見の戦いですね。関ヶ原の前哨戦とも言われてますね。はい、伏見城でした。伏見城でした。伏見城でした。